それでは、10年前の医療は現在の医療にあらず、現在は2020年、2月の、今日が7日、ですね。オミクロン株の実効再生産数、少し下がってきました。けどもまだ1は切ってないんで、増加傾向にあります。ね、ちょっと増加が鈍化してきたと。こういうような感じですけど、まだまだね、感染者数も多いんで、この冬場はね、どうしても密閉、空間に、なりやすいんで、感染しやすいと思います。ぜひ皆さんも換気と加湿に注意していただいて、ね、できるだけ、リスクを避ける行動をとってください。それぞれがリスクを避ける行動をね、とっていただければ。また必ず収束して春が来ますね。それではですね、婦人科のアーカイブですけども、ピルの飲み忘れということで、トリキュラ28を半年ほど使用しております。1日飲み忘れてしまいました。飲み忘れと当日分を2錠まとめて飲みました。あとは通常通り飲みはよろしいでしょうか。現在、定時に飲んでおります。また、このものの、この後の避妊効果は大丈夫でしょうかというご質問ですね。24時間以内の飲み忘れですね。だから、その日に、定時に飲んでると、その日に、まあ、朝飲んでるとしたら、昼に飲み忘れた。忘れたら飲もうよね。夜に飲み忘れた。忘れたら飲もうよね。それから、翌日、あれ、昨日飲み忘れてないよね。飲み忘れてるよね。今日、おお、そっかそっか。じゃ急いで今日定時の時に2錠飲もうね。この2錠までは、OK。ね。キャッチアップができます。だから、24時間以内の飲み忘れっていうのはキャッチアップができて、避妊効果にも問題ないと言われてますんで、飲み忘れないようにしていただいて、翌日まで24時間以内の飲み忘れは OK というふうに考えてください。それでは時間またに手品します。これ。シルクですけども、このシルクをですね、手の中ね、もちろん手の中には何にもありません。ね、で、手の中にこう入れます。ね、入れちゃうと消えちゃいます。